人気のキッチン小物シリーズを紹介したいと思います。まずこの時点で非常に便利。そうするとこのジャストサイズなんだ。ジャストサイズなんです。ワタパイショッピング、イエーイ。本日ご紹介するのはこちら、山崎実業さんが販売されている人気のキッチン小物シリーズを紹介したいと思います。山崎実業さんはですね、奈良県は生駒市に本社を置いている超老舗のインテリア小物専門のメーカーさんになります。その中でもタワーシリーズっていうのがすごく人気でして、シンプル&モダンなデザインでですね、生活に取り入れたくなるような機能性を追求した大人気の商品シリーズになってます。そこにあるもの全部キッチンの小物なんですか？そうなんですよ。これでもほんの一握り、本当にすごいたくさんあるんですけど、その中でも人気な商品たち、まあ、あとはちょっと個人的に私が気に入っている商品なども含めて紹介させていただきたいと思います。キッチンのお悩みでよく聞くのがですね、収納が少ないとか、それから物が片付かない。ここでですね、今回、まず紹介したいのはこちらです。こちらがですね、鍋蓋とフライパンをすっきり収納することができるスタンドでございます。こちらが開きタイプのキャビネットなんですけども、まあ、こんな感じでスタンドを置きます。実際鍋蓋ですね、こんな感じ、取っ手が引っ掛けられるようになってますので、まあ、非常にこう取り出しやすいような形です。フライパンがこんな感じですね。この取っ手のところをここのバーが支えてくれる形になりますので、まあ、開けて取り出すのもスッと取り出せる。今この幅になってますけれども、実は伸縮ができるタイプなので、もうちょっと大きくすることもできますし、逆に少し小さくするということもできます。お手持ちのね、アイテムの数によって伸縮をさせていただくといいのかなと思います。よく多いのはね、やっぱりどうしてもこういう形で置いておくとかっていうケース多いと思うんですけど、まあ、こんなような形ですっきりと収納することができる商品になってます。でこのキャビネットの空間が、まあ、結構縦が大きいというところで、上のスペースですねが非常に、無駄になってしまうので、2段というタイプもあります。でね、もちろんお手持ちの、調理器具が多い場合はですね、これだけじゃちょっと収まらないよというケースもあろうかと思いますので、そういう時にはぜひ2段をですね、ご検討いただけるといいのかなというふうに思います。続いて紹介させていただくのがこちらの商品です。これですね、米びつなんです。米びつ、はい、これですね、5キロお米を収納できるようになってまして、このパッキンが結構しっかりしたものがついてまして、こう分かりますか、非常にこう硬いというかですね、パッキンがしっかりしてるんですね。めちゃめちゃパキッって言いましたもんね。そうなんです、そうなんです。でこのパッキンがあることによって、お米を湿気と酸化から防いでくれるというですね。でしかもですね、この米びつはですね、はい、このように底が溝の構造になってるんですが、あ、本当ですね。でこの溝が何かというと、はい、付属のこのカップ、はい、これがしっかり入る構造になってるジャストサイズなんだ。ジャストサイズなんです、なので最後までお米がすくいやすいというですね、そんな嬉しい機能もついている。こんな感じですね、非常にすっきりと収まる商品になってます。結構コンパクトですね。でこの手前がですね、はい、こう引き出す取っ手になってます。あ、そこがちょっと引き出してもらって開けるというような感じですね。もちろんもうお米いらないんだけどという方も中にはいらっしゃるかなと思います。でそういう方向けにはですね、冷蔵庫のドアポケットですとか野菜室に収まるような小型の米びつっていうのもタワーシリーズにはあってですね、1合ずつに分かれて入っている、だから測らなくていいという、2つ開けて入れれば2合炊けるっていう、そんな米びつもあってですね、非常にこう画期的で機能性の高い商品になってますので、おすすめです。収納絡みでですね、もう一つこちらでございます。はい、まあ、いわゆるカトラリートレイと呼ばれているものになってます。引き出しの寸法ですとか、お手持ちの、要は
菜箸の長さとか調理機器の長さに合わせて非常に簡単にこう伸縮してくれるんですね。本当だ。こういう形で伸縮してキャビネットの寸法をぴったりにもできますので非常にすっきりと収めることができます。物が多いとかっていう場合はこのパターンで使っていただく分の全然違和感なく使っていただけるかなという。こちらもう普通のお箸、はい、もう普通のお箸は例えばぴったりですね。本当によく使うよということであれば上段に置くっていうこともできますね。シンプルなフォークとかスプーンのシリーズを例えばこういう箸、はいはいはい、菜箸、結構長いですね。結構長い。それはさすがにこっちには入らないので先ほどご説明したこの左側の仕切りのないところだったらこんなに余裕があるのでフライ返しとか、はい、あのお玉ですね、はい、まあ、こういったものもここのわすごいですね。でまあ、ここにちょっともうちょっとちっちゃいティースプーンを置いてみたりとか、うんうん、まあ、小物関係ですね、用途を広く使えるかなと思います。収納と並んで、やっぱりキッチンのお悩みで多いのが、水回りのお手入れ、それから衛生面。ご紹介したい商品がこちらです。はい、じゃじゃん。これがですね、まあ、あのスポンジ&ボトルなんですけど、これがですね、なぜ画期的かというところなんですが、はい、この下の水気のトレーがこうついてるんですね。あ、このトレーよく見ていただくと、はい、実はこう傾斜がついてまして、確かちょっと斜めになってます、ね、そうなんです。要はですね、こう例えばスポンジ置きました、ボトル置きました、水に濡れてますっていう時にですね、このトレーが受けて水をこっちから排出してくれるんですね。こんな感じで置いていただくと水がシンクの中に落ちてくれますので、はい、ではこちら普通のスポンジですね、はい、まあ、これはもうスポンジ、しかもちゃんと仕切りがついてるから倒れないです。そうですね、はい、これ今あえてですね、はい、あえて切らずに、あ、本当にシンクの中にダイレクトに水が落っこっていきますので、はいはいはい、水垢ができにくいという。ちなみにこの水が流れる、スタンドですね、今これ、ここに置いてますけれども、はい、マグネットでやっぱりくっつくものもあったり、真ん中に水洗金具がついてるようなタイプ の、はい、あのお宅もあると思うんですが、水洗金具に引っ掛けてここにこう設置されるタイプもありますので、まあ、いろんなタイプありますのでね、ぜひ山崎実業さんのホームページご確認いただければと思います。こちらちょっとご用意をしておりますけど、このボトルがですね、洗剤のボトルになってます。これちょっと形状がね、こうちょっと、まあ、なんていうか、こうやって使うんじゃなさそうな形状してるじゃないですか。なんかちょっと特殊な感じですね。ちょっと特殊な感じしてますよね、はい、でこれがですね、あるじゃないですか、手がすごい汚れてて、はい、このボトル持っちゃうと、あ、ボトル汚れちゃうんだけどなみたいな、ありますね、時ですね、はい、はい、でこれをこの形でこれをプッシュするんですね。あ、そこが動くんですね。そうなんですよ、こここうプッシュできるようになってるんですけど、しかも片手で押せちゃう。そうするとこのように洗剤が出て、スポンジについてくれるという。ちゃんと出てますね。もうこれでこのボトル自体には触れることなく洗剤をつけることができますので、はい、非常に衛生的な。確かになんか汚れた手で触っちゃうとやっぱ石鹸自体が汚くなっちゃうって思っちゃいますよね。そうですね、やっぱりどうしても、ね、生肉触った後の手とかここ触らなきゃいけなくなっちゃうから、それが一番嫌ですよね。これ嫌じゃないですかでこれあの簡単にですね、詰め替えができますので、はい、蓋が取れますので、はい、今ちょっとやってみますけれども、ボトルなんですけども、はい、こう上をスポッと開けていただくと、これで中、あ、もう普通のディスペンサーというか、はい、そうですね、これ普通に中洗えますので、中一旦洗っていただいて新しいものを入れればそういう混ざるとかもないですから、うんうんうん、これはあのマグネットがくっつく環境があればっていうことなんですが、はい、このディスペンサーを例えばなんですけど、こういうところにこうカチャッとマグネットでピタッとくっつけられるようなタイプの商品もありますね。衛生面でですね、便利なグッズをですね、もう一つ、これがですね、はい、なんとくるっと巻けるタイプの水切りになってまして、このように伸ばして使うという商品なんですね。これ使わないとき巻けるんですね。そうなんですよ、まずこの時点で非常に便利、ずっと置いとくと邪魔だよねっていうのもありますし、はいはいはい、そもそもずっと置いておくとやっぱりあの水濡れどうしても恒常的にしちゃうんで、これにも水垢が結構ついちゃうんですね。なので使ったら空拭きして
このようにくるくるくるっと巻いて、はいはいはい、ドライエリアに置いておくということができるので、まずもってその時点で非常にこう衛生的に使える商品なんですけど、はい、まあ、その他にもですね、まあ、ちょっとこう非常に便利な商品あって実演してみたいんですが、はい、これあのこちらの商品あの奥行きによる S と L があるんですけど、はい、ちょっとあの L 発注しなきゃいけなかったんですけど、はい、S サイズ発注しちゃってちょっと置けなくてですね、ちょっと待って、すっかすかじゃないですか、ちょっとこれあの井上ミステイクということで、はい、ちょっとご容赦いただければと思うんですが、こんな感じですね、まあ、本来は当然、こういう風になるわけなんですが、はいはいはい、ちょっとあの今日こうなっちゃうんで、はい、すいません、ちょっとこんな感じで置かせていただきますね。ここ結構細かいじゃないですか、水切りの穴が。ああ、本当ですね。これはですね、ここは小物を置けるようにわざとこういう隙間になってるんですね。スプーンとかって向きによってはこの隙間からやっぱりどうしてもこう落っこってしまうということがあり得るものですよね、はいはい、それをここにこのように置いておくと、まあ、水切りこんな感じですかね。すごいですね、はい、めちゃめちゃ便利じゃないですかこれ。割と井上おすすめ商品の一つなんですね。こちらもおすすめ、はい、じゃあサイズ間違うなというところはちょっとご愛嬌ということでご容赦いただければと思います。ここからちょっとこうキッチン周りで使えるような小物っていうのもいくつかご紹介したいと思います、はい、まずご紹介したいのは、キッチンペーパーホルダーになります、はい、こちらですね、はいはい、裏がマグネットになってまして。あ、本当だ、はい、結構強力なですねマグネットでくっついてます。本当だ、結構バチッとつきましたね。そうですね、バチッとくっつきますので、はい、まあ、この形縦使いでもこんな感じですごいですね、もうスポット、はい、横のパターンありますので。確かにマグネットだからどっちでもこう軽くくっつけられますね、はい、こんな感じですね。横使いっていうのもできます。キッチンペーパーじゃなくても、はい、まあ、ここにタオル掛けとして使っていただくっていうようなこともあのできますので、はいはいはい、で用途に応じてあの使っていただければよろしいのかなと思います。結構タワーシリーズにもですね、あのいくつか種類がありまして、はい、置くタイプになるんですけど、はい、こう片手でこうパリッとこう、キッチンペーパーが切れるっていう機能付きのものもあったりして、はいはいはい、キッチンペーパーホルダー一つ取ってもですね、タワーシリーズいろいろありますのでぜひチェックしてみていただければと思います。続いてご紹介したいキッチン周りのアイテムなんですが、はい、こちらになります。いやいや、わかんないですよこれ。これどっからどう見てもゴミ袋ホルダーでしょ。これですね、はい、このように広げていただいて、いや、なんかすごい、こうこんな感じで広げていただいて、あのスーパーでもらってくるようなゴミ袋あるポリ袋ですね、はい、これを、はい、もう本当に純粋に、はい、ただただここに引っ掛けていただくだけという。あ、これですごい、はい、簡易的にゴミ袋がで、ここでまあ作業をします、はい、まあ、残菜ですとか、はいはいはい、まあ、切りかす出ますよね。それをここの中にバッと入れていただきますと、ここ片付ける時にもこのようにこれを外して、はいはい、でここを結んでいただけばそのままゴミ箱に捨てることができるということで、はい、非常にこう衛生的でもあって、で使わない時は非常にこう小スペースで確かにしまっておくことができますので、はい、これをですねこう調整していただいて、はい、でこう、あ、確かにジップロックみたいなやつを引っ掛けていただくと、はい、例えばカレーの残りを冷凍しておきたいですとか、はいはいはい、なんかこう、まあ、ストックしておくものですね、こう鍋から移すときに鍋の横にこれを持ってきてお鍋からこういう風に入れるっていうようなこともできますので、はい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 、意外と用途広く使っていただけるような商品になってます。ゴミ袋絡みということでですね、実はもう一つちょっと商品紹介したいのがあってですね、はい、あのちょっと今回実はあのタワーの小物っていう企画でやってるんですけど、ちょっとあのタワーではないんですけど、え、ちょっと違うものなんですか？違うシリーズなんですけど、ルーチェっていうシリーズなんですけど、はい、ただちょっと結構画期的な商品があってですね、あ、これいいなと思ったのがあったのでちょっと今回紹介させていただきたいと思います、はい、こちらなんですけれども45リットルのあのゴミ袋を今日は持ってきてます、はい、これをもう本当に純粋にここにですね、はいはいはい、入れて、あ、引っ掛けます。本当ただ、はい、もう本当にこれだけ、はいはいはい、この状態ですね。
にしていただいて、でこの蓋をここにパチッと、はい、おあ結構以上がっちり結構がっちり、はい、くっつきますね。でしかもそれだけなんですか。そうです、もう本当にこれだけ、はい、で、例えばなんですけどペットボトル分別するからまずこれを取って、で、まあ、こんなような感じでですね、はいはいはい、あペットボトルを貯めていただくっていう時に使っていただいたりとか、まあ、この状態なんで蓋ついてますから、はい、まあ、周期的な匂いの問題っていうのももちろん、はいはい、解消できますし、もうこれ非常に簡単です。もうこれをただただこうやってパコッと取ってですね、でもうこれをこのまま結んで、はいはいはい、こっちからこのように取り出して確かに捨てるっていう、これだけで済むんですね。この口に引っかかればどんなゴミ袋でも対応はしてますので、スタイリッシュで、そうですね、場所取ってない感じがいいですよ、ね、はい、もうやっぱりこうシンプル&モダンという、まあ、コンセプトの元に作られたものなので、例えば、はい、2つ、まあ、多くて3つくらい例えば並んでても、はい、なんかそんなやぼったい感じはしないですよね。全然しないですね、はい、なので結構まあホワイトなんでどこの、ね、空間にも馴染みやすいっていうのもありますので、本当に、うん、サッとゴミ箱を用意できるっていうようなそんな商品になってます。いかがでしたでしょうか。タワーシリーズ画期的なものが多いですよね。メーカーさんに確認しましたところ、2024年もですねタワーシリーズ新商品が続々と発売予定というふうに伺っております。ご好評いただけましたら、生活雑貨ですとかインテリア小物ですとか、そういった商品も紹介させていただきたいなというふうに思っております。それでは皆さん、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。